はい、というわけでレビュー 2.4 来てますよ、入ってますよ、今日もレビュー 2.4 聞こえましたよ、あのうーちゃんのこのほんといろいろなっていうこうね言った声が本当に、本当ね大人になりたかったね本当。でもこれさ、その子がもし聞いたらさ、そんなこと思ってたんだと思って、もしかしたら意識するかもわかんないもんね、いい意味で。今度泊まりに来るなって言われた日にはさ、もう俺でもすっかりもうパンツとか3日分とか買っていくつもりだったもんな、あの泊まるつもり、もう泊まるの長くなるだろうと思ったから、延長に次ぐ延長みたいなさ、なんかそういう大人的なね、あ別に好きだとか言ってないけど、まあ自然の流れでさみたいなこと言うんだろうと思ったんですよ、自分その時で。というわけでレビューに行ってるんですけどね、今日の一つ目、あ、まあ、またこの人になっちゃったな、まあいいや、もうこれこの人のファンなんだな結局。今日の一つ目、村上春樹で意味がなければスイングはないっていう、まあそういう、まあ、本読んだわけですけども、まあ、エッセイですよね、まあ、僕も小説は全部読んじゃいましたから、もう特に読むのないっていうね、まあ、もう一回最初から読めって言われてもあんなやつ読みたくねえと思うけど、やっぱ読んだら読んだらってそれなりに楽しみそうだなって思ってるんだけどさ、で読んでてさ、で今回エッセイででしてね、あの村上春樹って人はもう音楽すっごい詳しいからさ、その音楽のいろんな話してるって、まあそういう話で、それこそジャズの話とかビーチボーイズとかさ、なんかブルース・スプリングスティーンだとかそういう話とかして、あとバッハだとかクラシックとか詳しいからっ っていろいろ話してっつって言って、そういうのをあのですね、読者にやたらこうスノッピーな感じで自慢して嫌がるって嫌な本なんだけど、でもねやっぱ読んでて思ったのがさ、村上春樹ってさ、もう小説はもうみんな嫌になったって、まあ、よく言ってるじゃないですか、まあ、雲辺のカフカとかいいって言ってるやつは頭おかしいやつですからね、それ本当に あんなもんよくはないんで、1984とかも絶対すごくつまらない小説ですよあんなもん。でそんな中でさ、もう小説嫌だなっていう話になってんだけど、エッセイはね、小説がつまんなくなってから本当面白いんだよ。この間言ったサリンジャーの翻訳屋もつもそうだけどさ、これもさ、村上春樹さ、もうエッセイ書くときさ、割とこうがっぷり四つで書くんだよね、今本当にどうだって感じで。で昔は本当前にも言ったけど、もうエッセイっつうと猫がいてなんか撫でてて、で僕のセーターあれしちゃったとかって話ばっか書いてたわけで、そういう話は僕放送終わった後にこっちさんからリアルで聞くんで、わざわざ図書館から借りてきたまで読みたくないんですよ、そんな話を。本当にね、こっちさんから聞く話のこと全然リアリティあって楽しいわけで、そんな話とかしてて本当に役に立たないようなエッセイばっか書いてたわけ。まあ、村上春樹信者みたいな人はさ、村上さんって意外とこういうことも書いて可愛いとかっていうノリの人が多分騒ぐような感じだろうと思うんだけど、本当につまらなくてもずっと苦痛だったんだけど、そのアメリカ行ってから多分このねじ巻き鳥クロニクルって、まあこれも大した話じゃないんですよ。でも多分村上春樹の中でこの本一番人気あるんだよな、俺の周りだと。ねじ巻き鳥は本当に面白いって周りでやたら言うんだよ。あんなもん何がいいんだって俺心の中でそのね、本当は言いたいんですよ。でも向こうは女子だったりするからカッコつけようと思ってそういうとこ言えないんだよ俺本当に。ねじ巻き鳥ってあれだろ、クレタとマルタとかって女とやっちゃってなんか井戸の中でなんかバット振り回す変な話だろとかって言ってもさ、いやあの小説は本当怖いとかって言ってさ、くったらね、貧しい感性してやがるとかって内心は思ってんだけど、これは リスナーにしかぶつけらんねえなと思ってさ、でそっかそのぐらいからまあエッセイ面白くなってきてさ、でそのねじ巻き鳥から多分アメリカ行ってプリンストン大学で偉そうにこの他の学生とかに教えてたっつって言ってさ、でもその教えてたやつの前にも紹介したけど、あの若い読者に向けるなんだっけ短編小説案内とかもすっごい面白かったしさ、なんかねもうエッセイだけ書けばいいのにって思うんだよね。っていうかなんでエッセイ、まあこれ一冊で終わる本なわけですけど、あのねやっぱりそのやっぱよく言うけどさ、やっぱ俺これが好きなんだっていうことをがっつり言ってるってやっぱテンション上がるよね。やっぱり面白いって思う、そういう話って聞くとさ。で最近、まあ、話ちょっとずれますけど美術手帳とか読んでるわけですよ相変わらず。月に1回ね、ほんとまあ半年遅るぐらいでちょこちょこ読んでんだけど、もうさ
ああいう文章ってのは本当役立たずっていうかさ、読んでてもさもう疲れちゃうんだよね本当に。自分がないから、あの俺はこれが好きだ嫌いだってことはっきり言わないからさ、ああいう本ってさ。で前に友達に聞いたら、やっぱこんだけ話したかもしれないけど、前にその友達から聞いたところによると、そのこんだけやっぱ広告載ってるとやっぱりなかなか批判って難しいんじゃないかって話あってさ、でもさ嘘でさ、やっぱお好きだっていうところもあれば嫌いだっていうポイントって当然出てくると思うんですよ。まあその本全部好きとかその作品全部好きってことあるだろうけど、でもいろんなもん見てりゃ嫌だっていうところもあるはずだから、やっぱそういうことを言わないんですよ美術手帳って。だからそうすると本当にこんだけ散々批評のっけてて偉そうな顔してっけど何にも残らないっていうね、本当に読んでももう本当ああうんっていう感じになっちゃうっていうさ。でそうなると美術手帳それでもなんで読むかというと、やっぱり写真載っけたりとかしてさ、やっぱ百聞は一見にしかずっていうのかな、あの写真とか例えばなんか、例えば絵とかさ、こういうのが展示されてましたよとかって言った時に、あかっこいいとかってことあるわけで、だからやっぱ俺はそういうこう商業誌と言われるやつでも俺はこれが好きだし嫌いだし、それこそアニメージュだってニュータイプだってスクリーンだってなんだってそうですよ本当。これやっぱそういうこと言ってほしいなって思ってるタイプなわけですよ。だから要はブランチのさリリコみたいなことやんなってことなわけですよね。で村上春樹はやっぱそういう点で言えばさ、やっぱ俺はこの曲そうでもないけどとかって言い方っつうのはまた多少あるだろうけど、ことをやっぱ言ってくれるんでね、やっぱりこの人はやっぱ今エッセーすごく面白いなっていう風に思ったのとね、やっぱそのジャズとかクラシックとか敷きたくて嫌だよっていう人いるかもわかんないけど、まあ俺だってそういうとこあるわけですよ。あのたまにねトルストイとかの時にラフマインの聞いていいなとかってこう盛り上げるために聞くっていうとこあるかもわかんないけどさ、でもそれでも若干詳しくなったりとかして、でやっぱねそういうもの興味ある人やっぱ読むとこれ絶対いいだろうなっていう風に思ったよね。で菅氏顔の話とかするんだよ、菅氏顔の詩顔いいとかさ、よくはないんですよ別に聞けやさあんなもんね本当。だけどいいんだよねそれはそれで、村上春樹の意見だからさ、やっぱそういうことやっぱ言うっていうのはさ、よくはねって言ったけどやっぱ村上春樹いいなって言うと、確かに菅氏顔なんかもうずっと聞きたくねえって思ってたけど、久々聞くと確かに昔の菅氏顔悪くねえなって思ったりするんだよねこれ本当。今ね菅氏顔もすっかり NHK でなんかこう石田イラみたいになっちゃってさ、なんか思春期の男の子の悩み答えるとかさ、なんでお前なんかに答えてもらわなきゃいけねえんだって感じもあるわけだけど、そんなこと言っていい曲書いてよっていうとこあるけどさ、うん、だから話全然あれだけどね、でもね、すごくいい本なんだけど、まあ、クラシックの話とかジャズの話とかしてすごくいい本なんだけどさ、やっぱりねそれでもね村上春樹ってやっぱこの時の社会の世相はこうでああでとかって話もするんだけど、そういう話した時ってこの人一気に魅力なくなるね。やっぱりあんたは選挙とか行かねえって言ってたとこがいいとこだったのに、今さら自分は壁の側よりも卵の側に立つとか、そんなこと言っちゃってさとか、そんなこと言ったって何の説得力もないから言うのやめちゃってくれよって、まあ、思ってるわけじゃないですかみんな本当に、みんな勝手にみんなをまとめたけど俺本当に。でもねじ巻き鳥、俺はねじ巻き鳥から小説やだっていう話、まあ、スプートニックとかアフターダークとかああいうちっちゃい話俺好きだけども、短編とかね。でも僕はやっぱ村上春樹のそういうこう社会的にちょっと関心持とうみたいなとこは、やっぱこの人そういうこと言わないとこは良かったなと思って、これも今回の、意味がなければスイングはないでもそういう話してるんですけど、たまにちょろっとね、そういうとこはもうやめなさいよっていう、ただの親父趣味じゃないかっていうふうに思いましたね。というわけで今日の一冊目はですね、村上春樹で意味がなければスイングはないでした。